インスタ載っけました、見てね。こんばんは。20分ぐらい配信します。ケイヤマサキさん、マチャルさん、ハートありがとう。リチヤマさん、ハートありがとう。長月さん、ハートありがとう。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、スタッフさんに聞きたいことがある。お疲れ様です。ともゆきさん、ハートありがとう。波動申し込んだからハルピン当てて、当てたい。ピョンズでいっぱいにしたい。他のチームの席もピョンズでいっぱいにして、全員からスーパーボールもらいたい。うん、本当にそう。昨日何時に寝たんだろう。でもウィバースあのあれしたじゃないですか。あの後結構割とすぐ寝ました。なんか気づいたら寝てた。やっぱ携帯を触らないって大事ですね。もうウィバースを打った後に携帯触らなかったんですよ。したら寝てた。うん、心配かけてごめんよ。携帯触らなかったら寝れましたよ、しっかり。寝落ちまではいかないけど、そう、ちゃんと寝るぞって決めて寝たので、ちゃんと寝ました。寝るぞって決めてっていうか、もう早く寝なきゃみたいな気持ちだけど、寝るぞって決めて寝ました。まだ波動だからチケット、あ、まだ新規だから波動のチケット買い方分かんなくて、ピョンズの方に、え、教えてくれたピョンズ優しい。そして聞いたのも偉い。マジで波動で待ってるね、ラブ。波動で待ってます。絶対会おうね。うちにスーパーボールください。タさん、ハートありがとうございます。 TA タ、うん、今日も眠いですね。今日もっていうか毎日眠いんですけど、今日も眠たいでございます。私は本日も波動の仕組みが難しくて勉強中。私にとりあえず、私が多分本線はシールドだと思うんで、あのシールドって言うんで、シールドのところに80、100、20、140、140かなで投げてほしいのと、あと「スーパーボールをください」って言ったらください。以上です。はい。雑すぎ。以上です。こんな感じ。
そうすれば OK。 そうすればもう完璧。なんかここ今日巻いてるように見える。全然巻いてないけど。まあでもその波動のチケット買い方教えてくれたピョンズが多分知ってると思う。多分誰か分かんないけど信じたい。ちょっと待スタッフさんに超大事な仕事のLINE。そう、今日休みかなこのスタッフさん。あんま知らずに LINE 送ってるけどごめんなさい。すいません。行かない旅再び。お、その連絡は来てないかもしれない。行かない旅再びの連絡はちょっと来てないかもしれない。私、うん、やりたいよね。めっちゃ耳赤い。ちょっと暑い。てかなんかまなかちゃんとなんかスーツさんじゃなくなってたのね。スーツさんかと思ってたら普通にスーツさんじゃなかった。びっくり。違うんやと思って、うん、スーツさん恋しい。ちょ、私サムネしかまだ見れてないんだけど。そう、スーツさんギャラ高かったんじゃない。うん、まあ、普通に忙しかった説はある。だってずっとどっかいろんなとこ旅行してるじゃないですか。そりゃ忙しい。ねえ、ハルピョンの時はスーツさんとセット、それは絶対そうであってほしい。やっぱりハルピョンがいいなと思ってしまった。いや当たり前やん。ピョンズがそう思うのは当たり前やん。そうであってくれないとハルピョン泣くよ普通に。当たり前やん。前田のクラッカー。長月さんハートありがとうございます。当たり前体操第一。母さんハートありがとうございます。マロさんハートありがとうございます。ね、確かに4回交代にしてほしいよね。ちょっと待って。
すいません、真面目な連絡。仕事は即レス、これ基本、仕事できる人の基本、仕事は即レス。抱きつきたい、抱き心地ないって言われるけど、ママにママに何これ抱き心地なっていつも言われるけど、どうぞその後パパをだ、あのパパを抱いてあこれこれって言ってます、ママはいつも。はい、私とお姉ちゃんは抱き心地ないらしい、ごめんてごめんて。悲しいですね、悲しい現実。今日は可愛いぞ、毎日可愛いぞ、確かめてみたいみんなはもう抱き心地とか関係なく、もう気持ちの問題でしょ抱きしめてみたいって言われたから。あ、お姫様抱っこね、お姫様抱っことかも、え、人生で最後にされたのいつ。本当だよ、最後にされたのはパパですかねパパかママかな、はい、そうですね、最初で最後がパパかママです。お姫様抱っこってされるんですか。え、待って、それが分かんない、お姫様抱っこってされるの待って、いつどのタイミングでされるんですか。するタイミングあります。え、何、ラブラブやんそんなんって思っちゃう。違うのか、ひろひろさんハートありがとう。あ、かしこまってくれた、ありがとうございます。45分になったらランキング読みますね。あ、解放、なるほどね。解放されること、まず元気なんだよね、うち人生で解放されることないかな、元気なんですよ。別に飲みすぎたとかもないし、ごめんトラック野郎さんハートありがとうございます。45分になったら誰か教えて、ランキング読む。え、結婚式ってお姫様抱っこされるんですか。え、どうすんの、女の人の方が大きかったら、体型とか。え、てか普通に無理じゃない。え別にそれは儀式ではないですよね。結婚式行ったことないから分かんないけど、え、別にだって普通に女の人の方が、まあ、体脂肪率的にはさ多いし、そうね、だから、まあ、発表のことはね、誰かどなたか将来ね、結婚していただける相手がいるのであればはもしかしたら可能かもしれない、ハルピョンがこのまま育てば、育たなければ可能かもしれないんですけれども、
育ってしまうと、もしくはハルピョンよりも小柄な男性とハルピョンがね、あの将来ご結婚されるってなるとちょっと厳しいかもしれないですねされたいと思いますか？だって、だってさ、どういう状況なんですかね。されたいと思わないかもしれない。だってさ、足の下にさ、足の下、膝の下にさ、膝の裏、膝の裏にさ、人の手があるわけでしょ。ごめんなさい、気持ち悪いとか言っちゃダメもう言ってた。そう、私それがダメなんですよね、絶対に。人にまず人、そう、自分のテリトリーってあるじゃないですか。そう、自分のテリトリーがダメでございまして、とっても大事と思っちゃうタイプの人間なんですよ。そう、だからきっと無理。45分になっちゃった。あら、ちょっと今日はこれで終わっちゃいます。ごめん。ランキング読みます。1位サプライズレバーとピョンズさん、2位シャチさん、3位カワさん、4位ハルピョン永遠の推し鉄道ネイターとピョンズさん、5位トラックヤロアとゴリさん、6位鉄也とハルピョン大大大好きさん、7位ギャローさん、8位トシさん、9位マックミックさん、10位長月配信見れて嬉しい、イエーイ、11位バンボシさん、12位ともゆきさん、13位ナンスノさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。明日は何時にするかちょっと未定なんでございますが、また配信できたらしようと思っておりますので、この時間ではないかな、さすがにちょっと分かんないけど、よろしくお願いします。それではまた明日10日、はい、10日よろしくお願いします。10日も。それではまたね、ありがとう、バイバーイ。